小林さん、あれ、あらゆるスポーツマンの中で、はい。1メートル走をやったら一番速いのは、どのスポーツの選手でしょうか？競馬。競馬は多分遅いと思いますよ、ゲートが開いても。そうですか。力士なんですよね。多分早いと思いますね、多力分士。早いですよね。これ私ね、高見山さん現役の時に、高見山さんに聞いたんですよ。力士が一番早いよ、1メートル走らせたらって言って、発揮用意残ったの1メートルが一番早いんじゃないかっていう。力士って足の速い選手というか力士多いんですよね、結構ね。いますね。ね朝青龍も早かったですしね。へえ。とか、千代の富士も早はい、かったです早かったですね。よね。あと、旭堂山とかも早かったですね。まあ、やっぱ細い人が早いと思いますけあど。とあれですよ、琴錦が早くて、そうですね、琴大錦。英ホークスの入団テスト受かったんですよ、現役。何の入団テスト？大英ホークスの入団テスえ？トで現役中に。そうですか。確か。タイムをクリアしたんですよ、確か。標準タイムをね、なるほどね。力士っていうのは結構なんて言いますか、あんこ型の人を想像してしまうんで、他のスポーツできない人が多いんじゃないかっていうふうに思ってるけれども、これは大きな間違いですね。早い人は早いですね。早い人そうですはね。大注目の名古屋場所は、白鵬対照ノ富士。東京オリンピックに追い出されてしまった2年ぶりの名古屋。横綱決まりですか？照ノ富士が優勝だったらもう文句なし。薄になってうまく自分の形になれれば。ニュースオフェード、スタートです。